関数型言語 SML シャープと C で始める本格的プログラミング入門。今回はですね、その第10回目ですね。で、ML の関数を理解するという内容です。ですね、ML の関数はまあ、このトリビアルである。ただ、値として使えばいいんだと。公開の関数など何もその一種はないと。まあ、そういうことなんですが、この C の関数というのを理解した上で、ML は実は、関数というのはどのように実現されているのかというのを知ることもですね、そのプログラミングの、まあ、本格的なプログラミングのですね、重要な内容になってくると思うので、ここではですね、この関数平方、これは技術的な、まあ、内容なんですが、この関数平方、よく使われる言葉ですが、これが何かということと、それからそれと、まあ、非常に密接に関係している静的スコープ規則、静的スコープ則、これを理解するという内容です。例によって復習ですね。変数と値。この話は何回もしたんですが、この理解をするということが、まあ、本格的プログラミングの、まあ、重要な基礎になると、私はそう思っています。で、特にですね、C 言語と一緒にこの ML 関数型言語、この2つを同時に理解する、同時に学ぶ非常に大きな利点はですね、この変数と値に関するより、まあ本質的な理解が得られるということなので、こう復習してみましょう。まず C 言語の変数と値、これはですね、何回も言っているように、変数は固定帳の、まあ、型で決まるある一定の大きさのですね、領域の名前なんですね。この一定の大きさは通常は1回の代入です、代入できる。そういう単位に付けられた名前であると。で、その値というのは、もちろん C 言語にも値はあります。値というのは式を書くことができて、その式は値を持つと。その C 言語の値は、変数の場合はですね、変数の値はですね、領域の内容になるわけですね。したがって式の値は、それの組み合わせで得られる、計算される値になるわけです。で、代表的な値は測値。種々の型、まあ、インテジャーとかアンサインド、インテジャー、あるいはリアル、まあ、リアルじゃないですね。C ではダブル、フロート、こう、そういうような値、それからポインター、この2つが基本的な値になるわけです。で、変数、まあ、特にですね、オート変数、これには生存期間があります。そうですね、定義された変数というのは、どこの領域に付けられた名前かによって、その領域の生存期間によって、変数は生存期間が決まっています。で、オート変数、これ通常よく使われる、最もよく使われる関数の中で定義される変数、この生存期間は、関数の起動から終了まで、こういう厳しい制限というか、まあ、当たり前の制限がついています。で、C 言語の関数というのは、まあ、これも値なわけですが、これはコードへのポインターなわけですね。関数コードへのポインター。ポインターですから、これは値、代表的な値の一部なわけで、したがって自由に受け渡すことができるということです。ですから C の関数はですね、公開の関数でもあり得るわけですね。関数はポインターを返すことがもちろんできる。ということで、それ前回な学んだ内容になります。これに対してですね、ML の変数と値。で、これはですね、ML の場合は値がですね、本質なわけですね。値を組み合わせてプログラムを、まあ、式を組み合わせて値を計算するプログラムを作ると。値を評価して得られる。まあ、そういうプログラムを作る。したがって値が本質になるわけですね。で、変数は単に値に付けられた名前なわけです。値に束縛された名前なんですね。で、この値というのは、まあ、式の評価結果なわけですが、これは任意に複雑な構造を持つと。領域の大きさに制限されると、そういうことは一般的にない。任意のどんな大きな、例えば、ですね、何万件もの要素を持つリストなどを自由に定義することができて、それ全体が値となると。そういう性質を持っています。で、値の領域、値にはですね、もちろんそのフォン・ノイマンアーキテクチャ上で動きますから、その領域が必要なんですね。メモリー領域が必要なんですが、その必要な領域は自動確保されます。自動確保され、さらにですね、この確保された領域の生存期間というのは無制限、無期限な生存期間を持つ。まあ、非常にそういうこの
値を計算するという意味で非常に便利な、そういう性質を持っています。で、関数はですね、関数型を持つ値の一つなわけですね。そのようなことで、ですからこれはコードとの違いは何か、これがですね、今回の主な内容になります。今回の話題はですね、関数平方、これを理解するわけですね。で、その関数平方というのは値なんですね。で、値は式の結果作られる、式の評価結果なんですが、これまではですね、関数というのはデクラレーション、宣言というふうに扱ってきたので、なんか式じゃないじゃないかという、そういうことが、そういう疑問があると思うので、それを解決するためにですね、関数式というのを理解する。ということから始めたいと思います。で、ML の式の構文、これはですね、最初の頃にあった内容なんですね。で、この ML 入門の155ページに、この EXP と、この EXP という宣言があってですね、いろいろな、コンスタントからいろいろなアトミックエクスプレッションからいろいろなものを学んだんですが、そこで出てこなかった関数式というのがあります。で、これがですね、その文法はですね、FN、これキーワードですね。で、マッチ、パターンマッチをここに書くんですね。で、マッチというのはこのような文法になっています。M ルール、縦棒マッチですから、これ繰り返しなので、M ルールを縦棒で並べたものとこう読むんですね。これパターンマッチングになります。ということですね、M ルールの内容はですね、このパターン、この矢印、EXP、これなんですね。したがってこの関数式というのは FN の後にですね、このパターン矢印 EXP を縦棒で区切って並べたもの、そういうものになるわけです。で、この関数式がこう導入できたということで、このバル宣言というのを少し拡張しておきましょう。これもですね、155ページに載っていますが、このデクラレーションで我々はですね、バルと、このキーワードですね、バルと書いて、バルバインドというバル宣言、値宣言、これを学びました。この ty バーシークは、これはちょっとこの場、今のところ無視して構いません。これ無視しておきましょう。そうすると、バル x イコール1とかですね、そういう値宣言ですね。この内容はですね、パターンイコールエクスプレッション、こう書くんですね。実はここにもパターンが書ける。ですが、代表的なパターンは X 変数ですね。今までよく使ってきたものなんですが、それに加えてですね、バルバインドにはもう一つバリアントがあって、レックというキーワードを先頭につけることができる。レックというのをつけると次が変数が来るはずで、この変数はですね、このエクスプレッションの中でも使えると、そういう再帰的な値宣言、再帰的な名前の宣言、再帰的な名前の値宣言ですかね。そういう、そのレック宣言というのが ML にはあるんですね。で、この関数式とレック宣言を使えばですね、この、関数宣言、関数定義というのは、式とですね、その値の束縛の組み合わせで理解できる。ということなんですね。で、ここはですね、正確なその、理解の規則というのを省略して、ごく基本の場合を確認しておきます。例えば、最も基本的な関数定義とこう書きますね。ファンと書いて、こうキーワードですね。で、名前を書いて、パターンイコールエクスプレッション。で、実はパターンは並びが書けるんですが、その並びというのを、この場合省略してこれだけを考える。この宣言はですね、実はですね、宣言されるものが ID、この名前で、値が関数なわけで、実はこう書く。バルレック ID ですから、ID はこのエクスプレッションの中に現れてもいいというキーワードを書いて、ID、この名前を宣言する。宣言はですね、このエクスプレッションである関数式ですね。この関数式で定義される関数を ID に束縛する。そういう値宣言なんですね。そこで、特にですね、このエクスプレッションにこの ID が含まれない場合、この場合はですね、このレックがいらなくてですね、ファン ID パターンイコールエクスプレッションで、この再帰的な関数じゃない場合ですね、ID がエクスプレッションに含まれない場合は、パル ID イコール FN パターン
ハロー・エクスプレッション、この関数式、すなわち ID はこの式であると、こういう単純な値宣言、値定義、値束縛、変数束縛宣言と等価になります。これでですね、関数式というのが関数、評価すると関数が得られる。で、関数束縛、関数宣言はその得られた関数を名前に束縛すると、こういうふうに理解するということができます。この理解の方がより基本的なわけですね。で、これを確認した後でですね、関数式をの例を見てみましょう。関数式の例を簡単に見てみましょう。これはですね、ML 入門の39ページ、実践 ML の29ページ、これは実践 ML の29ページに出てくる例をちょっと変えたものですね。これはですね、再帰関数定義の中に、この再帰関数定義を関数式で書いたものですね。で、この場合、これはループ式ですね。L というループ関数。で、ループ関数なんですが、このループ関数はですね、この関数式で定義されている。ただし、バルレック L ですから、この関数式の中で L が使われるということですね。で、この関数式は何をやっているかというと、パターンマッチングで、この最小の引数が0なら、2番目の引数、あ、この組の最初の要素が0なら A を返す。0じゃなければ、これをデクリメントして A にその元の i の値を加える。したがってですね、この最小の引数を0になるまで足し算をする。そういうループですね。前にやったループです。で、このレット L、束縛されるのはこの L という名前ですね。で、この関数式が表す関数に L が束縛される。ということで、これをインタラクティブモードで評価すると、 L というのが定義されて、これは int を2つ取って int を返す関数であると、こういうふうに推論される。正しいですね。で、これを使ってですね、 S という値、S という名前、変数をさらに定義する。S はですね、この関数式で定義される。N を受け取って、L に N カンマ0をアプライする。すなわち L を N カンマ0で呼び出す。したがってこの0ですから、この足し算の単位が0で呼び出すので、N が0になるまで、実は1になるまで足し算をした結果を返す。そういう関数がこの関数式になるわけですね。それを S という名前に束縛する。したがって S はですね、int ロ int という関数になると、こういうふうに推論される。ということでですね、関数定義はこのように関数式を使って定義できるということですね。あるいはですね、関数を返す関数定義で使用した例。この場合はですね、F という関数が定義されていて、これは N を受け取って、この式の評価結果を返すということですね。これはレット式ですから、この名前を定義して、その定義の下で、この式を評価して、それを値として返す。この値として返す式がですね、関数式になっています。ということで、この F というのは N を受け取って、この関数式を返す。ですね、この関数式を読んでみると、この M を受け取って、A が M で割り切れるかどうか、もっとですから、A÷M の余りが0かどうかをチェックする。これはイコーリティ演算。C では代入演算ですが、ML ではですね、これはこの右と左が同じかどうか、値として等しいかどうかをチェックする演算ですね。イコーリティ演算。そういう関数式を返すということですね。この内容はですね、このなんでこんな関数が面白いかというのは、39ページの説明を見てください。ここでは省略します。ここでは関数式というのが自由に使えると、それが理解できればいいと思います。というふうにしてですね、関数式は普通の式として、いろんなこの宣言や束縛などに自由に使ってよいということですね。で、関数式の、使い方が分かったところでですね、関数式の内容をちょっと吟味してみましょう。例えばこの S というのはこの関数式で、この L というのがこの式の外側で定義されている。この式の、外側というか、この式以前に定義されているということですね。例えばこの関数式で、この A、この M というのはこの仮引数ですから、この M はですね、この関数式で定義される変数ですが、この A、
A はですね、この関数式の外側で、すなわち関数式の前に外側で定義されているということなんですね。です。したがってこの関数式というのは、その式自体が完結していない、すなわちその前に作って定義されている変数を参照している、そういう、性質があるわけですね。先ほど見たようにですね、関数式が参照する関数式の中ではない外側で定義されている変数、これをですね、自由変数と、見なすわけですね。束縛、自分が束縛したんじゃない、自分が定義したんじゃない変数ということですね。関数式だけを見れば、その中で定義されていない変数と、そういう意味ですね。ということでですね、関数式は一般に自由変数の参照を含みます。で、これらの自由変数はですね、関数式定義の時、関数式が定義された時に有効な変数束縛、これを参照しているんですね。で、しかもですね、最も内側の、つまり最も最近といいますか、このプログラムとして最も近くで定義されている、通常最も内側のという言葉を使いますが、最も内側の変数定義、変数束縛を参照している、こういう規則があります。で、例えば先ほど見た2つの例で、この S、バル S イコール FN アロー L と、この L を使ってそのサメーションの関数が定義されましたが、この L、これはですね、この関数式で定義していないので自由変数になります。この L はですね、この関数式の直前のバルレック L イコールのこの L を参照しているんですね。この L で定義される、すなわちこのバルレック L で束縛される変数束縛を参照している。もう一つの例のですね、このファン F というファンクションを定義した、その中でレット式を使っていて、レットバル A イコールフィブを、で、その中で in と書いて、この関数式が定義される。この関数式の中の a、これはですね、この関数式では定義されていませんので、自由変数になります。で、この自由変数はですね、この式を囲むレット式のバル、この宣言で定義された a、これを参照しているんですね。で、このようにですね、この最も内側の関数式の定義時に有効な最も内側の変数束縛を参照するという、この規則をですね、静的なスコープ規則と呼びます。規則ってちょっと大げさですが、これは実はですね、当たり前の自然な、参照方法なわけですね。例えば数学などで関数を定義すると、普通順番に定義していきます。順番に定義していくので、ある関数を定義するとき、別な関数を使えば、それは直前に定義した関数を通常は意味すると。ただそのことを、ただその言語の規則として定義したに過ぎないんですね。ということなんで、で、実はですね、これが静的なスコープ規則とわざわざ呼ばれるゆえんは多少あるんですが、詳しい説明は省略しますが、関数型言語の一つのバリアントであるリスプ、正確に言うと、リスプのバージョンを言わないといけないんですが、それらのごく初期の、リスプ系の言語ではですね、この静的なスコープ規則、このような自然な規則ではない規則が実装に使われていたという経緯もあってですね、わざわざ静的なスコープ規則というんですが、これは実は数学的には最も当たり前の自然な規則なので、取り立てて意識しなくても当然そう理解するという、それでいいと思います。ということでですね、この最も内側のというものを理解するために、念のためですね、もう一度この関数を見てみましょう。この関数、ちょっとな、変数の名前を変えてあります。ファン F A、これ A というふうに変えています。F はですね、仮引数 A を受け取ってこれを計算する。これはですね、バル A イコール、もう一回 A が出てきて、fib A、この括弧があってもなくてもいいんで、fib A で、この A が出てきます。で、この A は今定義して、で、これレックがありませんから、今定義して、これ以降で有効になる。で、この A はですね、この A ではなく、前に定義されたこの A を指すわけですね。これが静的なスコープ規則に従った参照関係なんですね。で、そのレットインの中で、この A が出てきます。この A はですね、
この A ではなく、一番最近といいますか、一番内側でといいますか、この定義の一番近くで、まあ、定義の順番で言うと一番最後にというんですかね、まあ、通常先ほど言ったように最も内側のというそういう意味なんですが、で定義されたこの A を指す、したがってこの A はこの A を指して、この A はこの A を指すと、これとこれは別物なんですね。ですからこの束縛変数というのはですね、繰り返し同じ名前を使ってもよくて、最後に使われた名前が前の名前を隠すんですね。したがってこのバル A の中ではですね、この A は隠されると、この A はここがそのスコープになっていて、この部分はですね、この A のスコープにはなっていない、まあ、そういうのが静的なスコープ束ですね。これも当たり前のことなんですね。ただこれはもう一度機会があったら触れると思います。これは人間がですね、このこう一次元のといいますか、こう順番に文章を書いていくというそういうことをして、文章を書いていく上での本質的な制限になっています。同じ名前が2度現れる、これを禁止することは極めて難しい。したがって同じ名前が2度現れたら、内側の名前は外側の名前を隠す、これが静的な規則、スコープ規則になっています。ということでですね、以上がこの自由変数を参照を含む、関数式の自由変数が何を指すかということの、まあ、理解なわけです。で、以上のもとでですね、関数が生成する関数、その構造とその動作、すなわちですね、関数平方とは何かと、これを理解するというこの今日のハイライトですね。で、関数式というのはこのように書くんだというのが分かったので、この式がですね、どのようにして関数を生成するか、この式が生成する関数、これは値ですね、値を今 F と仮に名前をつけます。で、この F の構造、この S は何者かというものを理解します。それはですね、関数型言語では実はこの F というのはこの組なんですね。組はですね、最初がですね、このエクスプレッション、これは式ですが、この式は関数が呼ばれた時に実行されて値を計算する、そういう式なんですね。この式 exp を評価するコード、したがってこの exp は評価しないといけないんですが、評価は関数が実行された時、すなわちこの関数が値に適用された時に評価される、関数が定義された時に評価されるのではないわけですね。したがってですね、この関数の値というのは適用された時評価するためにはコードが必要なので、その適用された時に関数を評価するためのコードへのポインター、これを P と呼ぶことにします。このポインターとですね、ポインターだけ、このポインターは C 言語と同様、ほぼ同様といいますか、同様ですね。C 言語も関数を評価するため、関数を実行するためにコードが必要で、 C 言語の場合は関数はそのコードポインターそのものだったんですが、 ML では違うんですね。このコードポインターとですね、それからですね、この exp、この式には自由変数が一般に含まれています。で、自由変数というのは、この式が定義された時の値束縛を参照する、すなわちですね、自由変数は値を持っているはずなんですね。この式が実行される時は、この exp に含まれている自由変数は値を持っているはずなんですね。ですから、その値を保持する環境、すなわち自由変数の値を記述している環境、この2つ、コードポインターと環境の組なんですね。これがですね、関数型言語 ML の関数の値の本体、本質、まあ、その構造なわけですね。で、この組、このポインター、コードポインターと環境、自由変数環境を組にしたもの、これを関数平方、ファンクションクロージャーと呼びます。ということですね。で、これを理解するということが、まあ、関数型言語の関数式、まあ、関数を理解する、ファーストクラスファンクション、これを理解する重要な、まあ、基盤なわけですね。で、それさらにですね、この理解のもとで関数適用というものをどうやって
評価するかなんですが、この関数適用、関数はですね、このようにしてできた関数の値は、この関数の x の型に相当する値に適用することができる。この適用の評価をどうするかというと、これは以下のように評価される。まずですね、この関数クロージャーに含まれている環境にですね、この x、これが仮引数ですね。仮引数が v であるという、この束縛を加えて得られる拡張された環境の下で、この p を実行する。p のコードはですね、x を参照しますから、x の値がないと p は実行できないということで、この拡張された環境、仮引数で拡張された自由変数環境の下でコードを実行する。これが関数適用の評価の方式なんですね。関数型言語はこのようにして作られています。ということですね。で、関数平方がですね、これがですね、ML の関数の本質なわけですね。で、これがですね、その C とは際立った違いになっています。で、ポインター、この関数ポインター、このポインターは、この代入可能な値、C では代入可能な値なので、ですから C でも公開関数は定義可能です。で、公開関数というのは、したがって、そのよう、そんなにこう重要な一種ではないんですが、この関数平方、この関数平方はですね、そう簡単には実現できない。コンパイラーの関数型言語コンパイラーの力が必要なんですね。ということで、関数平方、このメカニズムを実現するのは C では困難なんですね。ただ、C の関数ポインターはそのポインターですから、配列に入れたりですね、関数で返したり、関数が受け取ったりということを自由にできる。ただし、この自由変数を含む関数を値として使うことは C では困難であるということなんですね。この点をですね、さらなる理解をしてみましょう。ということで、関数平方を理解する。まあ、関数平方がどのようにして、機能しているかというのを理解するために、このパワー関数、これは公開関数で関数を返す関数でしたね。関数を返す関数で、この n を受け取って m 乗をする関数というものを返す関数。これをもう一度リビジットしてみましょう。で、パワーというのはですね、以前はパワー MN とこう並べて書いたんですが、並べて書く代わりにパワー M イコールと書いて、ここに関数式を書くと。こう書いても全く同じなんですね。つまり N というのをここに書く代わりに、この FN の N を受け取って、これを返す。この N をここに書いて、レットを書くでも同じことですね。で、この関数式、すなわちこのパワーというのは、M を受け取ってこの関数式を返すんだという、そういう関数なわけですね。で、このパワーを使って、例えばスクエアイコールでパワーに2に適用する、こう2乗する関数ができるはずですね。この M は2であると。あるいはですね、キューブ、この後ですぐにですね、キューブイコールパワー3と書くとですね、この M がこの場合、このキューブの場合は M が3になっているので、3乗する関数が得られるというふうにして、パワーを何回使う、いろいろな引数で使うと、それぞれのこの M、この引数に応じた何乗する関数というのが得られる。これは我々が知っている通りなんですね。で、これをですね、関数クロージャーの観点で理解するとですね、例えばですね、この FN、この部分は何らかの実行をする、これを実行するコードを P とします。そうするとですね、このスクエア、パワー、アプライ、パワーが2に適用されている、この結果得られる関数クロージャーですね、はこんな形をしている。まあ、関数コード P は必ず含まれて、M が2であるという、このデータを含んでいる。キューブはですね、この P という関数ポインターをもちろん持っているんですが、それ以外にですね、M が3であるという、このデータ構造を持っている、このペアである。このようなそれぞれの関数平方がそれぞれの適用に応じて作られる。これがですね、関数型言語の本質なわけですね。これを自由に使って、これを当たり前のように使って関数型プログラミングが行われているわけですね。で、先ほどですね、C は公開の関数はあるが、関数平方はないと。関数平方はこう実現困難であると
言ったのでですね、前回ですね、関数平方の簡単な実装方法というものをお示ししたんですが、実はそんなに簡単にはできない。皆さんお気づきだったかと思いますが、あの時その内容をこう説明せずに、まあ何て言いますか、皆さんこの関数の、公開関数でそのパワーの実装例みたいなものをよく読んだ方はすぐ気がつかれたかと思いますが、簡単な実装例といった簡単なものではですね、実は満足するきちんとした実装はできないんですね。そこでですね、この先週のパワー関数の実装を再考してみましょう。こんな関数を定義しました。で、これがこのパワーのメイン関数で、これは読み方が分かりますね。この関数適用の結果がポインターで、それが関数でイントを受け取ってイントを返す関数であると。したがってその関数を返す関数ポインターを返す関数であると、こういうふうに読むんだと、この読み方はもう理解したと思うんですが、この関数はですね、このスタティック変数を使って M をここに取っておいた関数をこのメイン関数、すなわち返すのはパワーループ、この関数を返すので、返した関数で使うことによってですね、このまあその M を含んだ関数平方の機能をまあシミュレートするという、そういう意図なわけですが、この簡単な実装ではですね、パワーが複数回呼び出されると、この領域は1個しかありません。1個しかないですね。したがってですね、2回呼び出されると、例えばスクエアで定義して2が代入されて、その後でキューブを定義すると、この同じ領域が上書きされてしまうということでですね、前に返された関数のこの M が変わってしまうというような、そういうようなことが起きます。当然ですね。ですから、こんな簡単なものでは、その ML のその関数平方というのを実現することはできないということなわけですね。ということでですね、先ほどのような、まあ、その簡単なものではそう簡単にその関数クロージャーは実現できないということですね。で、もちろんML コンパイラーは関数クロージャーをきちんと実現しています。ですから実現方法は、まあ、それなりのコードを書けばできるわけですね。で、どこまで完璧に実現するかということですが、それは本当にその ML コンパイラーがやるようなことをやらないと、その完璧にはならないんですが、ここではですね、よりその ML の関数クロージャーに近い実現方法をお示ししたいと、模倣例括弧にですね。で、この例を見ればですね、その関数クロージャーというのは、まあこんな風にしないと実現できないんだというのが大体わかろうかと思いますので、これを見てみましょう。で、これがコードの前半部分ですね。結構その2ページぐらい必要なんですね。で、インクルードが2つあります。これはまあエラーの時にエグジットシステムコールを発行するためのライブラリ、stdlib.h。で、これはエラーメッセージをプリントするための stdioh ですね。本質的ではありません。で、関数パワーループ、これを定義します。これはループ関数で、その2つ引数を取ります。通常のループ関数ですね。n を m 回かける、 m を減らしながら、で、S を初期値1にして、で、S を返す。まあ、そういう普通の、ごく当たり前のループ関数です。で、ここでのポイントはですね、この2引数関数をですね、公開の関数にして、M を受け取って、で、N を受け取って、M 乗する関数というものを返せるかということですね。そこでですね、多少準備があります。準備の主な準備はですね、このクロージャー配列、まあ、関数ポインター配列っていうのを作る。で、この関数ポインター配列、例えばこうで、配列で、なんで配列かっていうとですね、そのそれぞれの呼び出しごとにクロージャーを作らないといけないんですね。で、したがってその1個ではダメだと。先ほどその M を1個だけスタティック変数にした、それがまずかったので、M をそれぞれの呼び出しごとに、作らないといけない。そういう領域を作らないといけない。そこでですね、領域だけを作ったのではダメなんですね。その領域にアクセスをしないといけないということですね。そこで、まあ、例えばですね、このクロージャー配列を作ります。これは
これ読み方はですね、これ配列ですね、マックスコ、デファインをしています。このデファインはまだきちんとやっていませんが、これはマクロでこの名前を語の代わりに使う。ですから語と書いても全く同じです。この名前を使うということで、語の代わりに使うということですね。で、5個の配列を2つ定義します。アーギュメント配列、それから関数ポインター配列。この関数ポインター配列から見てみると、これはですね、この PCLS の配列で、こちらの方が結合が強くて、それはポインターであって、何のポインターかというと、関数、イントからイントへの関数のポインター、すなわち関数ポインターの配列宣言ですね。これはもう読めるようになった。後で簡単なコメントをします。この優先順位に関するコメントをしますが、これはもう読めるようになったと期待しますが、こう関数ポインターの配列を宣言して、初期値としてですね、 P0 から P4 までの関数をセットします。で、P0 はですね、このイントを受け取ってイントを返す関数なんですが、その中身はですね、このパワーループ、これですね、の引数として、アーギュメントの配列の0番と N を与える。これが P0 ですね。で、P1、P2、P3 と同じように定義して、 P4、 これはアーギュメント配列の4番をパワーループに与える。すなわちですね、これがですね、関数クロージャーの自由変数の環境に相当する値をなんですね。値でそれぞれ違う値が必要だと、こんなふうなことをすると。ということで、そのためにこのアーギュメント、それぞれのパワーの呼び出しのためのそれごとのその M を取っておく。これも配列が必要で、で、その配列をこの場合は5と定義する。5でいいのかと、いい質問ですよね。5でいいわけがないので、いくらかって決めることができない。無限に、無制限の値が本当は必要なんですね。後でコメントします。ということで、この準備をします。したがって、ポインター配列で、それぞれのこの関数ポインター配列で、それぞれの関数はですね、何が違うかというと、このアーギュメント配列のアクセスが違う。そう、他は一緒で、このループを回る。そういう配列、そういう2つのこの配列を定義します。で、その下でですね、この先ほどのパワーと一緒のこのヘッダーですね、パワーで M にアプライされた結果はポインターで、それは関数へのポインターであると。したがって、イントからイントを返す関数へのポインターである。したがって、パワーをアプライすると関数が変える。こう読めますね、もう。ということで、この中身はですね、まずですね、このインデックス、これはですね、スタティック変数で、今まで使った配列の、上限、正確に言うと、今、まだ空いている配列のトップのインデックスを持っている。最初、初期値0です。このトップインデックスがですね、マックスになったら、もう、領域がないので終わりですね。したがって、エラーメッセージをプリントして、エグジット、異常終了マクロを発行すると。で、終了しちゃうんですね。乱暴ですけどね。終了しちゃう。終了しなければですね、つまりこのマックス、インデックスが空いていれば、そのインデックスのアーギュメントに M をセットします。そしてですね、この PCLS のインデックス番目の関数ポインターを返します。そうするとですね、例えば最初の場合はこの0番が返って、0番インデアーギュメント配列の0に M が格納されて、それから PCLS の0番、すなわち P0 が返ると。 P0 はアーギュメント配列の0番をアクセスしてループを回る。そういう関数ですから、これで正しく実現できるということになります。で、いろいろな問題点がここにはありますね。例えばですね、この5でいいのか、5じゃダメだと、じゃあいくつにすればいいのかということですね。100万でいいのかなんて、ダメかもしれないんですね。このパワーが100万回使われて、すぐに新しいのが使われて、ただすぐ使い終わってしまう、そういうようなことが考えられるので、このインデックスのマックス値というのは用意できない。そういう本質的な問題があって、これは本質的な問題で、関数型言語が解決した問題なわけですね。
解決はどうしたかというとですね、これも後の回で解説予定ですが、この系統的な実装にはですね、ガーベージコレクター GC ガーベージコレクション、ゴミ集めガーベージコレクターで管理されたヒープメモリー、これがいるんですね。そうするとですね、このヒープメモリーというのは無限のペアを準備できます。無限のといっても、メモリー有限ですから、無限のというのはですね、使い終わったら回収をすると、いつ使い終わるかわからないので自動回収すると、そういうような GC で管理されたメモリーを使ってですね、こういう関数クロージャーを動的に生成し続けるということをやる。これがですね、関数型言語の基本なんですね。で、C ではそういう GC の管理というのが言語ではサポートされていないので、この関数クロージャーを実現するためにはですね、自分で、GC のようなメモリー管理をせざるを得ないと。ここでは5番で終わりというふうにやると、一応できると。そういうような、そういうことですね。これが関数クロージャーの本質の、一つの側面なわけです。最後にですね、この C の宣言の読み方に関する補足をしておきます。これは後で詳しく学ぶ内容ですが、これはですね、その C の宣言、例えばこんな宣言読めない、そんなことはないんですね。慣れればこんなものやこんなものはすぐ読めるようになる。そんな怖これ自体はそんな怖くはないわけですね。ただですね、この C であれ ML であれ特有の約束があります。それを学べばいいと。で、この場合はですね、その演算子の優先順位に従って宣言を読むんですね。で、演算子の優先順位、オペレータープレシデンス、これはですね、例えば GNU-C の3マニュアルの3.9に書いてあります。で、最初この順番に結合が強いということですね。一番強いのが関数呼び出し、配列要素参照、すなわちこの形とこの形が一番強く結合する。次が単項演算子となっています。したがって、例えばこれはですね、こちらが強く結合するので、ここに括弧があると思って、この呼び出しの結果がポインターで、それが関数へのポインターと、こう読めばいいんですね。これはですね、この配列ですね、配列の要素、これは大きさなんですが、この宣言とですね、式は同じような優先順に、優先度に調整されていますから、これは配列宣言なので、この配列宣言の方が結合は強い。すなわち、括弧はここにあると思って、この配列はポインターへの配列であると読むんですね。そのポインターは関数へのポインターであると、こう読むわけですね。これ以上が補足ですね。したがって、この公開の関数というか、値としての関数、ポインターですが、それは、この読み方を学べばですね、関数ポインターを配列に入れるとか、そんなものは自由に定義することができます。それでは関数式をですね、実際に簡単に定義してみましょう。関数式の、例えば最も簡単な関数式、これは多層関数ですけど、これはバル F の、そうするとですね、こういうふうに関数式が定義できます。で、スライドにあったようにですね、バルレックと書くと、リカーシブ関数が定義できます。例えば、ループですから、例えばですね、これ A を返す。という縦棒で1行で書くと、L ですね、i マイナス1の A プラス i。こんな風に書くと、ループ関数が定義できて、ある S イコールで FN の N、L の、N で0。そうするとですね、サメーションが定義できます。こんな風に簡単にいろんな関数を即座にFN 式を使って定義することができます。次にですね、この C 関数でパワーを簡単に実装するという、そういうご紹介をしたんですね。M の領域が1つしか用意されていない。したがって2回以上呼び出すと、当然それがオーバーライドされてしまうということですね。お試しになった方は理解していると思いますが、念のためやってみましょう。そうするとですね、これはですね、もう一度この C でパワー C、これはこのファイルですね。このファイル、
これを、コンパイルして、で、SML シャープ、SML シャープの、たら、まあ、libc これで、あとはですね、インポート、まあこう書きますね。でインポートが成功すると、バルスクエアでパワー2、まあ、このスクエアはですね、まあ、成功するんですが、で、このですね、キューブの3、キューブはですね、この、まあ、キューブは成功するんですが、実はですね、スクエア2ってやっても3乗になってしまう。当然、こんなことが起こってしまうんですね。そこでですね、この、先ほどこのファイルですね、このファイルをコンパイルしてみましょう。このファイルはですね、パワークロージャーと、これで用意してあります。これはですね、先ほどのそのスライドでここに省略してある PHP に P3、P4 でこういうふうに定義してあるということですね。あとは一緒ですね。でこれをですね、 GCC ですね、パワーの、これ、こうしますね。そうするとですね、ですね、SML シャープ、これは、こうしますね。あとは、まあ、インポートも同じで、作り直しましたから、このインポート、これでいいんですね。そうするとですね、キューブも一緒で、スクエアも一緒なので、バル、スクエア、キューブも定義しますね。そうするとですね、もちろん、スクエアにちゃんと動きますね。キューブには、でというふうにしてですね、このように、まあこれはですね、その5回までは成功するんですが、6回になるとうまくいかなくなると、ということでバル3、まあこれはいいですね。でバル4で4回呼び出すと、で5回まではスロットが5個用意してありますから、5乗の定義って F5 の2ってやると32と、まあですからこれはちゃんと定義できるんですね。例えばですね、F3 の2、F4 の2、F5 の2ってやるとですね、86、32となります。で、F6 を定義しようとしますね。そうすると、コードにあるようにですね、これはエラーになって C の呼び出しの中で異常終了する、Exit1 が呼ばれるということでですね、こんな風になると。まあ、いうことですね。ですから、関数型言語というのは GC、ガーベージコレクションというものを採用していて、まあ、無制限のメモリー、まあ、無制限ということはないんですが、メモリーは使い終わるということが必ずあるんだというふうに仮定すれば、大体正しい仮定ですが、そうすると、使い終わったものは回収すれば無制限なメモリーが実質的に実現できる。そういうことによってですね、クロージャーのデータ構造を作り続けることができる。まあ、そういうことで関数型言語のそのファーストクラスファンクションでスタティックなスコープを実現する、まあ、クロージャーというのが実現されていると。まあそういうことですね。そういうことで、その C 等の比較において関数型言語もより理解が進んだと期待して、本日の講義というか講義ビデオはこれで全て終了です。